静かなる防衛の時間です。日本を取り巻く海上環境が大きく変わってきました。それは政治的な関係もあり、日本の海域が戦略が変わってきています。次期双流型の方針も方向が示されましたが、今現在まだその姿は見えません。双流型12番艦が今年進水する予定です。11番艦の横流からリチウムイオン、電池が搭載されています。蓄電池、大容量でハイパワー、横流から機動力が増してきます。青流までそこまでの機動力というほどではなかったですが、静粛性はかなりの技術が日本はあると考えられます。で、日本もこのライン をやはり守っていかないといけないので、潜水艦22機体制では足りないと思われます。重要な地点は尖閣周辺、ポイント的にはこの辺りも重要になってきます。今現在大韓民国がどうなるかわからない状況で、北朝鮮も今のところわからない状況です。日本もやはり日本海域海底での任務はあるわけで、22機から増やしていく予定ではあります。次期新型潜水艦も来年には進水する予定です。新しくできる潜水艦もまた楽しみだと感じています。余談ですが、大韓民国の暴走で今や一人ぼっちになっているような感じがしています。日本は日米タイの協力を強化する方針にも思えます。中国は中ロは当然ですが、北とも
強力な体制を取っていくでしょう。この間も竹島周辺で中ロと大韓民国との密触即発になる事例もあっています。日本も対応はしています。竹島はもともと日本の領土ですが、実効支配されている大韓民国に今や、まあそう遠くない将来戻ってくる可能性はあります。日本の潜水艦が見つからないと言われるゆえんは、静粛性の性能の高さです。あらゆる面において静か、音を出さないに徹底しています。次期潜水艦はもっと性能アップしていると言われています。やはり一番の重要ポイントは尖閣周辺、あとは中国が台湾独立を阻止しようと今動いています。確かに台湾が独立したら中国は困るでしょう。日米ともに台湾を支援する意向を示しています。やはり日本の周辺海域を守るには潜水艦はとても重要な物と装備品と考えられます。しかし残念なことに年間一隻ずつの建造しかできません。やはり人がいないという、まして技術もそれだけ確保しなければいけません。潜水艦を作るのはとても高度な技術のいることです。今後日本海域見守っていきたいと思います。今日のご視聴ありがとうございました。